こんにちは、みなさん。昨日ハロウィンだったの。ハロウィンの翌日です。なんか私たち今までニュージャージーでしかハロウィンしたことなかったからニュージャージーのハロウィンは毎年すごい寒くって、なんかハロウィンのコスチュームって基本だいたい薄着じゃない、 T シャツとかさ。だからなんかなんだかんだそのコスチュームの上にジャケット着なきゃいけなかったりとか、結構重ね着しなきゃいけなくって、だけどこの昨日の初めてのバージニアのあのハロウィンはうちの T シャツですっごい暖かくって、なんかもう夏みたいな感じの暖かさで、あとまあすごい湿気でもっとこうその温度よりもっと暑く感じてて、まあ一日中 T シャツで過ごすでもすっごい暖かい日だったんだよね。で初めて T シャツでハロウィンしてみたいな、まあすごい良かったんですよ。すごい楽しかったので、やっと今朝あれですよ、私たちバージニアに引っ越してなんだかんだもうすでに7、8、9、10、今11月の1日で5ヶ月経ったんだけど、やっと車の免許の住所の書き換えに行ってきたのね、旦那と2人で。そう、やっと5ヶ月経って、やっとなんかもう引っ越してきてすぐの時は真夏で夏休みだったから、もう子供たち連れて DMV なんて行けないし、だから、まあ、子供の学校が始まってももうずっとバタバタしてて忙しくって、やっと今回うちの旦那も免許書き換えないといけなかったから、住所エディソンとフローネス連れてで、うん、やっと行ってきました。やっともうこれでもやらなきゃいけないことがだんだんと、まあこうね、こうティン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 って感じで終わっていけたらいいんだけど、だからそれでさ、 DMV もさ、今朝行ったじゃん。今朝行ったの2回目なのね。なんかもう絶対に免許の書き換えの時って、まあ特に私たちは州と州違う州から来てるから、もうそういうのでルールが全然また違うから、1回行ったんだよ先週。でしたらこれが足りない、あれが足りないとかになって、でも結局絶対1回帰ることになるんだよね、ああいうのって。ねえ、この書類持ってきてくださいとか言ってさ、自分が持ってったつもりだったのに持ってきてくださいみたいな感じになって、だから今週やっとまあそれで戻ったんだけど、そう、州によってルールが違うからね。でもそれでやっと書き換えられたから、もう本当それはすごい、もうなんか肩の荷が下りたみたいな。で次やらなきゃいけないことが、この次にやらなきゃいけないのが、この次の優先順位が私のコスメトロジーのライセンスの書き換えなんだけど、これもまたちょっとめんどくさいんだよねだからそれもとりあえずやらなきゃいけなくって、まあそれはそれでいいんだけど、そう、今日もとりあえずこれからやらなきゃいけないことはね、今日あれよ、まだ NYX のビデオエディットしてるので、これがさ、まあ長くなるなと思ったんだけど、なんかもうなんだ、こう一個一個丁寧にやってったらすっげえ時間かかって、もう昨日も夜の12時半までエディットしてたんだけどね、終わらないの。だから今日頑張ってエディット終わらせたいなみたいな。でアップロードする時っていうのが、一回クリックしてチュンってアップロードできるもんじゃないのね。アップロードの作業になるとまたそれで私は1時間がかかるっていうのもさ、遅いんだよねそのビデオをとりあえずできたらセーブするじゃん、自分のコンピューターに。でセーブするのにもまた時間かかる。でしたらそこのセーブしたのから今度 YouTube にアップロードするっていうのにまた時間かかるみたいな。もう超うざいんだけどさ、それやらなきゃいけない。やっぱりなんかね、 YouTube も多分なんていうのかな、アップロードされてるビデオの数がものすごく多いと思うので、だからもうすぐこう1分でチュンってアップロードできないんだよね、まあ、特に私のビデオは、まあ、普段基本的に長いから、まあ、それで結構時間かかるんだけど、今日はとりあえずビデオの、そう、編集を終わらせないとって感じで、今週末もう1個メイクアップのトゥートリアル撮れたらなって感じなんだけど、とりあえずランチ食べますよ。ランチ。何でしょう。
チャポレ、チャポレを買ってきました。私チャポレも1年以上ぶりです。っていうのもさ、なんかチャポレってすっげえ使ってる食材いいのよ。綺麗なもの使ってんのね。なんか冷凍食品とかじゃなくって、例えばお肉とかも全部その店で焼いたのをカットしてっていう感じなの。だしレタスとかさ、そのベジタブル、野菜使ってる野菜とかもすごいフレッシュでいい野菜使ってんのよ。だから、まあ、カジュアルファーストフードみたいな感じで、まあ、すごいいいんだけどさ、そう1年以上ぶりなんですよ。でもちょっと一時期行き過ぎて飽きてね、味に飽きちゃって。でだから妊娠中さ、うちの旦那が、あれこれ、あ、私のこれ、妊娠中うちの旦那がよくチャポで食べたいとかって言ってたんだけど、妊娠中私たちが結構、私がもうなんかもう具合が悪くてとかってなってる時に食べてたのはあれ、なんだっけあのお店、 What is the thing called? パネラかピネラか、あれもちょっとフレッシュなカジュアルファーストフードのやつ、あれのよく、あれのよくクラムチャウダーのスープとかトマトのスープとか食べてたんだけど、皆さんあれをね、パンの容器に入れるのおすすめですよ。すっごい美味しい。容器をカップにしないで、パンをこう真ん中こうやってさ抜いたやつで、そこにスープバッて入れて、それ超うまい。それよく妊娠中食べてた。私が選んだのはタコです。タコス。私が選んだのはタコス。なんかさ、こういう感じのチャポレとか、あとあれなんだっけ、サブウェイとかあるじゃん。ああいうさファーストフードってさ、自分でこれとこれとこれとって言って選んでいかないといけないじゃない。だからさ、例えばこう旅行中の人とかでさ、なんかあんまり英語が分かんない人って楽しみたくても楽しめないよね。だってファーストフードとかレストラン行ってもそうだけどさ、なんかそのお店のルールがあるわけじゃん。例えばこれから一つ選んでください、これから一つ選んでくださいって言っても、ほら英語が分からないとさ、選ぶもどうもなくない？ルールは分からない、どういう風になるか分からないわけだから。だからうちの親、お母ちゃんが、うちの姉がアラスカ住んでた時に一緒にアラスカに行って会いに行ったんだけど、やっぱりなんかそのほらメニューとか見ても分からないからさ、選んでみたいな、私選べないからなんかちょっと教えてとかさ、選んでとかって言われたけど、なんか旅行しててもね 100% 楽しめないよね、やっぱりそこの国のさ言葉がわからないと。なんかそれやっぱり旅行するの大変だよね。またどうでもいい話してる、もうやだ私、ほんとババ臭いんでしょ。あ、そうだ、皆さんに見せたいものがあるのよ。私の友達がさ、この間さキムチ作ってくれたじゃん、私に。
cut. Teucham? Yeah, because teu means shrimp. Uh huh. Jot is fermented. What? Teucham. Yeah, so it's the dough. Soy sauce. It's a big one. Kimchi. Then. それでさ、そう、私の友達がね、このまま全部終わって蓋閉めたらルームテンプチャーに置いといて、お部屋に置いといて、とりあえず冷蔵庫とか入れないでお部屋に置いといて、2日ぐらい経ったら味見して、でちょっとこう酸っぱいなぐらいがちょうどいいからって言われたわけで、酸っぱいなぐらいになったらそのまま冷蔵庫に入れて、そこから1ヶ月ぐらい持つよみたいな感じ。そうね。で2日経ってさ、味見したんだよ。で酸っぱい酸っぱいわけ、なんか味、あと後味が酸っぱいっていうか、だけどなんかもうすんごい酸っぱいぐらいがいいのよって言ってたから、2日と半分ぐらい待ったんだよね。でその後冷蔵庫に入れたので、それから何日経った、もう約1週間ぐらい経ったのかな。なんだけどさ、すっごい美味しいわけ。すっごい美味しいの。もうさ、うますぎて、もうこんだけ食べてんだけど私で、家の中で食べる人私ぐらいしかいないからさ。うちの旦那はキムチ食べるけど、私みたいに毎日食べないから。でも見て、 これがね、てか彼女すごくね、こんなに作ってくれたの私のために。これパンパンに全部作ってくれて、で、はい、のぞみ持ってきない家にっていうわけよ。すごくない？超いいやつでしょ。で、そう、このままでもうこんなに食べたったんだけど、大根とあと玉ねぎが入ってるのね。で玉ねぎも、あのもう生のままつけてるんだけどさ、あのもうね、あれなわけ。なんかあのすごいクランチ、カリッカリして美味しいんだよ。すっごい美味しいので、もう作り方は教えてくれたから、もうどこの国に住むことになっても私作れるじゃんね。あ、ただ彼女がちょっと使ってた材料がちょっと彼女のオリジナルっていうか、なんかお母さんが持ってきたものとかそういうのが混ざってて、まあ代わりになるもので全然作れるんだけど、味は多分こういう風にはならないと思うんだよ。だけどね、美味しい。いや、なんか私のさ、お友達が昔ジャージー住んでた時に、なんか韓国人の人が経営するヘアサロンで働いてたのね。で私の友達が、うちのオーナーがさ、あのお昼とかにそのキムチとか食べ物持ってきてくれるんだけど、彼女のキムチがすごいうまいって言うわけで、なんかその秘密のインディグリエンス、秘密の材料がね、うちのオーナーブルーベリー入れるらしいんだよって言ってたわけよ。で、ブルーベリー、じゃあ私の今度もし作るキムチ作ることになったらブルーベリー入れたらみたいなね。そう、これは、まあ、ブルーベリーとか言ってないけど、すっごい美味しいの。なんかね、甘み、なんか大根のキムチはちょっと甘みが強いと美味しいわけよ。だから彼女結構甘みに甘いちょっとこう甘めに作ってくれたんだけど、その甘いの使ってたのさ、もちろんブラウンシュガー使ってたけど、それ以外に梅のネクター、あの蜜みたいなやつ、梅の蜜みたいなやつも入れてたわけ。ありがとう G。 Thank you G。 Thank you。 Love you。眠いね。ちょっと愚痴っていいですか。あのさ、これさ、若モーレがさ寄りすぎなんだよね、端に。これはさ、ちょっとさ、あの真ん中にね、真ん中によ、真ん中に。これはちょっとあのほら、真ん中にね。ほう、掴んだよ。このね、ちっちゃい手が強いんだ。力がすごいあるんだ。そうそう、力がすごいあるんだよ。これもうね、わしっと掴んだらバッと取るからね。ね。だからこれはね、慎重に慎重に、私が一本一本こう優しい感じで取っていくっていうね。そう。そうそうそう。
踊らないと。私の大好きな TV ショー、これから見るのは、あのね、うちの旦那がちょっと今、やらなきゃいけないことやってるから、フローレンスも昼寝してるから、その間にちょっと、これを見る。シーズン2がこの間、やっとアップデートされたから。ほんとね、今日何エピソードか見たいね。ね。これ、超面白いわけ。面白い。うん、面白いわけ。超面白いわけ。すっごいおすすめ。ほんとね、ジャック・ライアン、ジャック・ライアンっていう、これはね、あれじゃないんだよ、ネットフリックスじゃないんだよ、プライムビデオ、アマゾンのプライムビデオのやつだから、ちょっとこれ見るから私、OK? この主人公の人いるじゃない、彼がさ、ザ・オフィスっていうコメディの人なわけ。だからもうさ、そのコメディをすごい頭の印象が強くってさ、もうこの真面目な何役がちょっとね、ギャップがありすぎてちょっと辛いんだけど、こう調節するのがちょっと辛いんだけど。面白い。この TV ショーがまた最高なの。